モンスターハンタートライGの実況はしません。モンスターハンタートライ、およびトライGにはサポートキャラとしてオトモアイルーではなく、鬼面族のチャチャとカヤンバがいます。彼らはお面を身につけており、そのお面を切り替えることができます。さらにお面には特技といういわばスキルをつけることができます。特技にはそれぞれ効果の説明があるのですが、この説明が大変ユニークで面白いので、ご紹介したいと思います。というわけで自己紹介頼むよ。はじめまして、赤い文字です。それ以上の何者でもありません。しびれ罠の印。しびれ罠の使い方を面に書き込んでおけば、忘れた時でも余裕で確認できる。まあ使い方がわからないと使えないからね。それ以上にしびれ罠を使わないのが記憶力の問題っていうことに驚きを感じる。まあこれは可愛いものだよ。うん、お面に書き入れると非属性の攻撃力が繰り出せる印。属性印は基本攻撃力を低下させる。至って普通じゃないか。しかし意外なことに属性印はほぼ全ての属性で説明が異なるという特徴がある。例えば水属性の印、鬼面族に古くから伝わる技法。お、火属性と若干違う。氷属性と雷属性は同じだよ。属性の基礎が書いてあるんだな。で、一風変わっているのが有属性なのだけれど、これだよ。お面に書き入れると有属性の攻撃を出せるようになる印。他の属性印よりも書きにくい。ただの愚痴じゃねえか。あ、いや、確かに有属性は他の属性に比べて異質な感じがあると思う。書きやすいか書きにくいかで言うと書きにくい。だろうな。どういう印を書いているのかわからんが。これにはいくつかの説があって、鬼面族特有の呪文的なものを書いていて、それで有属性のものは書きにくい説もあれば、単に漢字の有が書きにくいという説もある。さすがにそれはないんじゃないか。この後を見るとそうも言えなくなってくるぞ。これ序の口ってことか。属性強化の印、一緒に書き込んだ属性印の力を高めてくれる印。属性強化、ハンターにもあるスキルだね。今のところ問題はない。っていうかこれ以上語ることがあるのか。これを単品で使うとみんなからバカにされる。確かにそうかもしれんが、普通に単品では効果がないでいいんじゃないか。オンラインってギスギスするときあるであろう。特にモンスターハンターでは攻撃中とか性格地雷とか話題になるゲームだ。今はそこまでないけれど、ゲーム側からこういう圧をかけることが大事なのだろう。ちなみにこの印は単品では選択することすらできないので、チャチャとカヤンバがみんなからバカにされることはない。毒攻撃の印、いかにも毒々しい形をした印。これを書き込んでいる最中はなんだか表情まで毒々しくなる。毒々しい表情ってなんだ。毒のような表情だ。あれ、毒のような表情ってなんだ。大体効果の説明なのになんで書いてる人の感想が入ってるんだよ。誰もお前の感想なんか聞いてねえよ。私は嫌いではないよ。まあみんなも何かを説明するときは個人的見解や感想を極力入れないことが大切だ。ところで毒々しい表情って。毒々しいは主に色や模様に対して使われる言葉です。表情に対して使われることは基本的にありません。マチ攻撃の印、相手をしびれさせる力を持つ印。これを書くときは大胆かつ流れるような筆遣いが必要。通常属性は一部使い回しだったが、こちらは全て専用の説明があるのか。マヒマヒしい形とか表情がマヒマヒしくなる方が良かった。それはいらん。睡眠攻撃の印、モンスターを眠りに誘う印。最大の欠点は書いてるだけで眠くなってくるということ。自分も寝ちゃうなんて致命的じゃ。いや、大した問題じゃないぞこれ。狩猟中には何の影響もない。そんなことはないぞ。狩猟前にこれを書いていたら寝落ちして気づけば朝だるくなってクエストをサボる可能性がある。ところで本当に寝落ちすることがあるのか。はい、状態異常にも強化する印があるよ。当然ながら単品で使うとバカにされるよ。会心攻撃の印、会心率を上げる印だ。何パーセントくらいかな。自分の悪口を面の裏に書き込んでおき、時々それを読んで怒りをたぎらせ強力な攻撃を放つ。精神論かよ。っていうか会心率ってそういう仕組みだったのかよ。思い返せば不思議だった。なぜ防具を身につけたり装飾品をつけるだけで会心率が高まるのか。そもそも会心率とは何か、つまりそういうことなのか。防具や装飾品に悪口書きまくって。それはないだろ。鬼面族だけの話だろ。もしその理屈なら会心率 100% みたいなやつは全身悪口だらけになるぞ。自落の神って呼べるかもね。攻撃力強化の印、腕力を高め、攻撃力を上げる印。大型モンスターに自分でとどめを刺したいらしい。願望かよ。今もトライかトライGをやっている皆様、もし攻撃力強化の印をつけていた場合、とどめは譲ってあげましょう。防御力強化の印、攻撃強化の反対だから、生き残りたいだとか願望が書いてあるんじゃないか。自分を励ます言葉を面の裏に書いておき、それを読むことで忍耐力を底上げするが言うの技。また精神論かよ。自分をディスると会心率が上がり、自分を励ますと防御力が上がる、そういうことか。違う、さすがにハンターの防御力も精神論なわけがない。でも不思議ではないか。装飾品つけたり演奏聞くだけで防御力が上がるなんて。確かに不思議な話だが、ハンターの防御力にも精神力が含まれている可能性がある。私も全身に励ましの言葉を書いてみよう。怖い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 。ガード強化の印、精神論じゃないだろうな。願望が書いてあるかもしれない。その昔誰かに教えてもらったガードのコツを、お面の内側にびっしり書いておくだけだけ。産業使ってるけど、なんか説明雑じゃないか。これぞまさしくこれ以上語ることはないってことなのだろうね。コツを書くだけ、以上。それにしても誰だか知らない人から教えてもらったガードのコツを信用してるのって危なくないか。うんうん、わざっぷだったらなおさら危ない。移動強化の印、これまではハンター側にもあるスキルだけれど、この移動速度強化は鬼面族のみの効果だ。一体どういう内容か気になるな。運動会の徒競走で1位を取った時の写真を面の裏に貼っておく。自己暗示ってすごい。また精神論か。あれ、
赤文字に。よそ見して走るな。あ、そっち？写真見ながら走ったら絶対危ないだろ。写真見ながら走ってるとは書いていないけれどね。あ、それにしても地味ながらすごいのだよね。ここ鬼面族の間だけかもしれないけれど、モンスターハンターの世界には運動会の文化が存在し、写真を作る技術も存在している。考察デイの皆様、貴重な情報ですよ。何の役に立つんだその情報。採取封じの印、採取を一切やめ、踊りや攻撃に集中するという宣誓文を面に書く。約束は守られるはず。はず？なんか確証はないみたいな書き方だな。まあ確かに鬼面族の二人の性格を考えるとわからなくもないかも。で、これ成功率はどのくらいだ？多分 100% です。システム上確実です。いや、多分 100% ってそれ 100% とは言えんぞ。すみません、検証していないのでよくわかりません。採取強化の印。今度は採取専門家。何よりも採取を優先します、という宣誓文を面に記入する。約束は守られるはず。貧血病の治療に有効。どうでもいい情報だな。その情報何の役に立つんだよ。システム上チャチャたちはお金を所持できないだろ。貧血病、お金がなくて困っている状態。もしかしたらこれは私たちに向けた言葉なのかもしれない。お金がなくなったら採取に専念、つまりゴミ拾いをしろと。なんか、重いよ。それはもちろんゴミはたくさん集めたら重くなるよ。違う、そうじゃない。排水の陣の印、お供アイルーでも存在する能力が向上する代わりに一度体力が尽きたら復活できなくなる効果。お供の時はいまいちな評価だったが、ニャンターだと強力だったよな。ダブルクロスで弱体化されたり需要が薄くなったりで辛かったな。そんなことより説明を見てみよう。一回負けたら復活なし、この厳しい制約がかつてない緊張をもたらし能力を上昇させる。やっぱり精神論なんだ。ここまで来ると察してくるね。まあ理屈はわかるな。緊張はいいことだ。うんうん、私もよく頭に指さしてる。唯一ツッコミどころがあるとするならば、あくまでルールに従って復活しないだけで、復活しようと思えば復活できるということだな。怒りの印、怒り状態になりやすくなる印だ。お供アイルーにもあるやつだな。獰猛な印が心を高ぶらせ、怒りやすくさせる。あんまり気やすく話しかけない方がいいかも。精神論、願望、どうでもいい情報、そして今度は注意書きがたた。本当に説明のパターンが豊富だね。それにしてもこれは世間体でいう短期というものだよね。短期と関わる上で大事なのは相手の苛立ちに乗せられないことだ。平常心の心得で、怒りを受け止めて。お前の注意書き、需要あるのか。耳栓の印、これはおなじみのスキルだな。方向を無効化する、おなじみだね。方向による立ち往生を防ぐ印、ただ人の話を聞かない性格に拍車がかかる可能性も。また注意書きかよ。何のリスクもなく強力な効果は使えない。この説明にはそういう思いが込められているのだろう。話を聞きにくくなるのがリスクってことか。軽くない？狩猟においてコミュニケーション、つまり対話はとても重要だ。それがやりにくくなることは狩猟の成功率が。社員には従ってくれますね。だったら問題ないな。従えばそれでいいのか。もっとコミュニケーション。風圧水流無効の印。風圧水流、あ、水中における風圧か。これまでの流れからすると、また注意書きが書かれている可能性が。世間の逆風にも負けない強さと周囲に流されない心が身につく印。強く生きよう。いや、これ違うよな。今まで精神論とか色々あったけど、かろうじて理屈を伝えてはいた。だがこれは完全に風圧と水流を無効化する効果の説明じゃないよな。説明してるではないか。強く生きようって。そこ物理的な風圧水流にも負けるなって思いが。いや、それどう見ても世間の逆風云々に対する言葉と捉える方が自然だぞ。まだまだ心眼が足らぬ。毒無効の印、これ状態異常のやつだよな。と言っても無効化系だね。睡眠無効と麻痺無効はない。ちょっと残念である。気合を高め、どんな毒も一切受け付けなくする印。ほら、病は気からっていうし。なあ、もしかしてハンターのスキルも大半精神論だったりする説ないか。ダメだ、貴様までその流れになったら私のポジションが薄くなる。ちなみにたまに聞くプラシーボ効果はもともと偽薬にちなんだ医学用語なのだ。それ以外にもストレスが体に悪影響を及ぼすことも実際に存在し、健康的な生活を送るには安定した精神状態を保つことも大事。精神論も案外大事な要素なのだ。精神論も大事、つまりハンターのスキルも精神論説が濃厚。貴様だけは精神論を否定して。だったら精神論を肯定すること言わないでくれよ。遠距離包強化の印、これは珍しく丁寧に説明してくれる印だよ。お、それはありがたいな。鬼面族が放つ大砲とバリスタの攻撃力が上昇する印。最も命中しなきゃ意味ないけど。一言余計だな。いらないってその言葉、完全に余計なことだって。すげえ闇っぽく聞こえるぞ。そういえば鬼面族に限らずお供の兵器技術はどうもうまくないというか、つまりこれはこう捉えよう。強化されるけれど静かにそれが生かされる保証はない。耳栓の印と同じでこれは注意書きだ。どちらも強い闇じゃねえか。爆破属性の印。ここに来て普通なの来たな。爆破属性はトライ G から来たものだから、順番が後ろの方になっているみたい。モンスターを爆発させる印。身も心も爆発させる勢いで書かないと表現できないほどに派手。印書くだけの作業がなんだか芸術みたいになってるんだが。そういえば麻痺属性の印もそんな感じだったね。所詮印だし、そこに芸術性があっても誰得なんだ。それにしても身も心も爆発させる勢いか。どういうものなのかかなり気になる。がむしゃらに書き殴った絵が頭に思い浮かんだ。色彩豊かな花火のイラスト。一応絵じゃなくて印だぞ。いや、お久しぶり。リモス様だ。今回の動画はいかがだったであろうか。当チャンネルの他の動画もぜひぜひ見てほしい。生放送も時折しているから、見てくださると我が輩は嬉しいぞ。次回の動画も楽しみに待ってくれると嬉しいぞ。